はい、皆さんこんにちは、坂木篤でございます。9月9日金曜日ですね、金曜日平日でございましてですね、日経平均、プラス154円と、まあちょっと弱くなってますかね。ドル円 143.138 と、若干円高傾向ですね。香港ハンセンすごいやん、プラス406というところでございまして、ぎゅーっと戻しますね。まあ続くかどうかでございますけどね。原油もね、堅調ですね。 83.75 と、昨日に比べたら堅調。注目のドルウォンですけども、おお頑張ってますね。1375まで戻しましたよ。すごいやん、すごいやん。今日ちょっとだけドル安傾向が出てますから、それに乗っかってる感じがしますね。さて、ザクザクにこういう記事が出てまして、お金は知っているというシリーズ、田村英夫さんという産経新聞特別記者の方がお書きになっている。この方はいつもね、データを示してですね、こうや、ああやこうやってこう書いていただけるんで、非常に分かりやすい。これが今日の朝の6時30分に出た記事でして、外資が逃げる中国の深刻な金欠、ロシアのウクライナ侵攻で対中債券投資の引き上げ加速というタイトルの記事がございまして、ちょっとね、まあ長くはないんですけどね、全部は読めないんですけど読んでいきましょう。日経の経済教室、これはね、日本経済新聞というの紙でお取りになっている方はあると思うんですけど、確かね、あれ日曜日なんですけどね、経済教室という欄がございまして、経済、一流の経済学者さんがいろいろ書いていただくんですけど、私もよく読んでましたけど、分かったような分からないような記事が多いんですけど、人口動態、不動産不況に影響、5日付とあるが、不動産不況が中国経済の苦境にどう結びつくか、説明不足の管理だ。続く投資主導で安定成長、道険しく、6日付は、中国は投資したくてもできなくなっていることに触れていない。これらについて、結論が答えを出すというのもおこがましいがって、ね、出して、すべて中国特有の通貨金融制度に起因する。中国は流入する外貨、すなわちドルに応じて人民元資金を発行し、土地配分権を持つ党官僚がその資金と結びつけて、不動産、インフラなど固定資産投資を行い、 GDP をかさ上げしてきた。外貨の流入源は経常収支黒字、それと外国からの対中投資で言い換えると中国の対外債務である。他方で習政権は対外膨張策を取るので対外投資が増えると。まずね、日経新聞の経済教師とか優しい経済学とか読むんですけどね、昔読んでたんですよ、紙で取ってる時は。わからない。なんででしょうね。分かったような、分かる時もあるんですけど、分からない時もあるんですけど、このね、田村英夫さん、僕なんで好きかというと分かりやすいんですよ。でね、学者という連中はね、こう分かりやすいね、論文書いたらあかんみたいな雰囲気あるんですよ。なんかよう分かりませんけどね。僕みたいなですね、著述業、いわゆる文章を書いて生計を立てる人間からすると、分かりにくい文章ってありえないんですよ。どんな人にも分かりやすい、日本語が読める人にとって分かりやすい文章であらなければいけないっていうのが、私がですね、前半生はコピーライターでしたから、コピーライターなので分かりにくい文章書きようがないんですよ。誰でも分かるような文章を書かなきゃいけないのがコピーライターで、ほんでその次に著述業やってますけど、これは一般のメディアに文章を書いてるもんですから、分かりにくい文章ってありえないでしょ。ところが学者の世界だけは違いまして、分かりやすかったらこいつ何も考えてんちゃうか、浅はかちゃうかと思われてしまうんですね。だからわざと難しく書く傾向があるんです。だから学者の文章、僕大の苦手なんですけど、まあ読みますけどね。でも分かりやすく書いたらあかんのかというふうに思う、そういう風潮があるんですよ。あれはね、しょうもない。お隣さんメディアを見ててもそうなんですよ。わざと難しく書いてるんですね。アホかって思うんですけど、そんな難しいね、ことを書くほど書いてる人間は難しくはないですね。大概アホなんですけど、
あの難しいことを簡単に書く能力こそですね求められるものであってですね、難しいことを本当に理解して難しく書いてるんやったらまあまあ勝手にやっててな、それがね、難しいことを分かりやすく説明してこそ学者やろというふうに私は思うんですけどね。まあええわ。でその田村英雄さんは難しいことを簡単に書く人なんですね。うん、これらについて結論が、そうだな、ここを読みましたね。さらにもう一つ大きな資本流出がある。この前の話をしますと、中国という国はドル本位制であって、集まってくるドルの傘に応じて人民元を発行してるんですね。で、土地配分権を持つ党官僚というのは地方組織がですね、例えば東京都がですね、全部の土地を持ってるわけですね、東京都の。で、その何も使ってへんところをですね、勝手に、三井不動産とか住友不動産とかのところに売っ飛ばしてですね、それでこう、なんていうかお金を得て、それをばらまいてるというのが中国経済やというふうに、もうまあ簡単に言えばそういうふうに言うてはるわけですね。で、それで GDP をかさ上げしてきたわけですよ。その土地を売ってそれをですねデベロッパーがマンション開発すればそれは経済にカウントされますからGDP にウェーッと上がっていくわけですね。であとは外国からの資本がどんどんやってきて工場を作ったりすると、外国から来る連中というのは全部ドルで持ってきますから、ドルで持ってきて土地を買うって人を雇うっていやいや工場を建てるとか販売も築くって全部外国から入ってきたドルなんですね。それはいずれ引き上げるから債務であるというふうに言うてはるわけですね。さらにもう一つ大きな資本流出がある。犠牲の網をかいくぐる資本投資で膨らむと国内資金の裏付けになる外貨はマイナスになる。今最大の資本流出要因は外国からの対中債権投資の引き上げだ。ロシアのウクライナ侵略戦争開始後激しくなっている。これは中国の政府や地方政府あるいは大きな会社がドル建てで発行している債券があるんですね。債券なんて言い方はいいですけど要は借金の証文ですよ。でそれをまあ中国政府はですね、中国という国に発展していくやろうということです、ね、どんどん買っている人がいたわけですね。まあ、 アメリカに比べたら金利が高い、買ってる人たちがどんどんそれを売っ飛ばしてですね逃げていくという現象。グラフはこの外国人保有の中国債券と外貨準備について今年1月に比べた急減ぶりと人民元相場の下落を組み合わせている。7月の債券保有高と外順の減少額はともに1170億ドル約16兆6000億円台で一致する。簡単には今中国からどんどん引き上げてるんですよ、外国資本が。で、なんと言いますかね、中国という国もね、大きく見ればね、日本や韓国の経済構造とそんな変わりないんですよ。何が変わりないかというと、資源がないんです。中国には石油も出ますし、石炭も出ますし、まあ、ガスも多少出ますし、鉄も多少出るのかな。で、資源は多少はあるんですけども、全然追いつかない。だから足りない分は全部輸入してるんですよ。で、だから世界最大の石油輸入国は確か中国だったと思うんですよ。で、14億人養ってるんですよ。今や食料も足りないんです。つまり自給自足できない。でひたすらだから外国が買わなければいけないんです。14億の民を食わせる、先進国並みの生活を送らせるためにはですね、莫大な外貨、つまりドルが必要なんですね。このドルを稼ぐためには世界の工場となってね、莫大な工業製品を輸出しなければいけない。で世界の工場となるためにはですね、中国独自でですね、そんな世界で売りまくれるような製品が作れなかったんですね。今は一部作れます。でも一部なんです。だから結局のところ中国という国もですね、外資をどんどん呼び込んで物を作ってそれを外国に売ってドルを稼いでそれで国民を豊かにしてるっていう基本構造は日本や韓国と変わらない。変わらないんですけども、そこがですね、今習近平というですね指導者が出てきてですね、そんなんではあかんと、儲けすぎるやつは金出せって言ってですね、その自由経済をこう阻もうとしてるわけですね。
でそれでやばいと思ったらですね、外国資本がどんどん逃げているわけですね。で逃げていくからドルが減っていく、ドルが減っていくとですね、人民元発行できない。この人民元とドルの関係ってのはまだそれだけでまああれですよ、あの一つ動画を撮らなあかんぐらいで、まあ過去に何回か撮ってますけど、の関係もあってですね、つまり田村先生言いたいのはですね、外資がどんどん逃げ出して、その外貨が減っていく中国のこの先の経済が暗いよということを言いたいですね。私も同意します。ただものすごく巨大な日本の、まあ、もう本間かどうかしても表面的には3倍ぐらいの経済規模があるんですね、あの国は。でしかも情報統制があるんで、実際何が行われてるかようわからないというところもあります。しかし完全にこうなんて言いますかね、かつてのこうわーっと成長していく中国の経済というのが止まって、あるいは逆回転を始めているっていうのはある程度確かなんちゃうかというのはこの田村先生の記事です。張りません、お金は知っている、外資が逃げる中国の深刻な金欠、ロシアのウクライナ侵攻で対中債券投資の引き上げ加速という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。